悪魔の駆除要請、ホテル内部で悪魔の目撃、ホテルの宿泊者の生存不明、公安大麻特異4課6人を出動させます。銃の肉片を食べた悪魔がいる。いいのそれ、わしによこせ。何の得もねえのに誰がてめえに警告しようかよ。こいつちょれな。早川先輩、そいつらに背中任せて大丈夫なんですか？逃げたり悪魔に寝返った場合は俺たちが殺す。畜生みたいな扱いじゃな。アキ君、厳しくしてばっかじゃかわいそうだよ。そうだぜ、コウモリに殺されかけたと思ったらすぐ仕事だ。そんなこと、そんなことはやめてください。結婚前の乙女がそんな、みだらな。キスは俺もいいや、大丈夫、やる気はあっから。アキ君の前でそれを言うか。それに俺は大切なことを教わった。じゃあデンジ君が悪魔を倒したらベロを入れたキスしてあげる。どうしよう、どうしよう。危険だ、止まれって言ってるだろ。俺は半年間ヒメロ先輩に鍛えられ世話になった。新井君は実力不足だけどやる気は十分って感じ。こいつは強いなと思ったやつもそうでないやつも。アキ君は死なないでね。お前の新しいバディだ。ブレーダーが少しは使えるように育てた。うまくやれ。私のバディ、君で6人目全員死んでるの。お前が持ってた肉片本当に信用できんのか。捕まえた。バトルじゃあ。私は幽霊の悪魔と契約してるの。私の右目を食べさせた代わりにゴーストの右手を使えるってわけ。さっきみたいにわしの前で己の力をペラペラ喋ってよいのか。うぬらがおるのはわしを制御するためじゃろ。じゃあわしがこいつを殺すと言ったらどうする。めんどくさいから仲良くやろうよ。俺たち今8階から9階へ行く階段を上りましたよね。具にしてくれ。決めた、ステーキにして食って。俺ステーキ食ってみて。新井くん今階段降りていったよね。Right, right.